マキダレン・サトシは日本のプロバスケットボール選手。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。175センチメートル、75キログラム。マキは日本プロフェッショナルバスケットボールリーグで初めてドラフトされた日系アメリカ人。日系アメリカ人の2世で父は鹿児島市の出身。6歳から地元のサッカーチームと野球チームの両方に所属。 バスケットボールは8歳の時に始める。10歳からはアメリカンフットボールのチームに所属。12歳からは相気道と柔道をし、柔道ではカリフォルニア州チャンピオン、ネバダ州チャンピオン、アメリカナショナルチャンピオン、USA ジュニアナショナルチームトレーニングキャンプに招集されるなど、とにかくスポーツ万能で多彩であった。初めてのダンクショットは17歳。 垂直飛びで最高45インチだった。高校のバスケットボールキャリアで優秀な成績を残した後、マキはイーストロサンゼルスカレッジとカリフォルニア州立大学、ドミンゲズヒルズ大学でプレーした。この間、日本代表チームとエキシビジョンゲームを行い何度も勝利を決めた。そして、それをきっかけに日本でプレーする選手としてスカウトされるようになった。 マキはこれを機に日本でプロとしてプレーする興味を持つようになった。卒業後、ベトナムや香港や中国東アジアのセミプロでプレーし来日。JBL と契約の話もあったが外国人枠のため断念。その後、日本国籍を取得。2005年に発足した BJ リーグにて東京アパッチよりドラフト会議で6位指名を受け入団。 東京アパッチで3年間活躍した後、2008年に FA を行使し、東京アパッチに残留した。牧野ヘッドコーチは、元 NBA でもあり、ロサンゼルスレーカーズの選手、コービー・ブライアントの父親でもあるジョー・ブライアントだった。2009年オフ、大分ヒートデビルズへ移籍した。2010年オフ、東京アパッチに復帰する。2011年の東日本大震災の後、 東京アパッチは業務を中断し、マキは埼玉ブロンコスと契約した。埼玉ブロンコス入団後、友人のナタリー・ナカセをコーチングのスタッフに紹介し、後、ナカセは日本プロ男子バスケットボールの初の女子監督となった。2013年、マキはベンチャービジネスの道へと進むため、契約を断り引退を決意した。ありがとうございます。